はい、よろしくお願いします。それでは動画配信サービス CL でのスケーラブルのアプリ設計というタイトルに題しまして、下村和正が発表させていただきたいと思います。よろしくお願いします。まず最初に簡単に自己紹介をさせてください。私は2019年の4月に新卒でサイバーエージェントに入社しています。で、5月からは CL の iOS エンジニアとしてお仕事をしていて、そこから今までずっと CL にいるので約5年ぐらい CL にいるということになります。で、まあ、趣味とかは結構開発とかも普段個人でやったりしていて、結構今アプリをストアに出して、まあ、そこでお小遣い稼ぎをできたらなと思ってちょっと頑張ったりとかしています。で、あとは最近アプリでちょっとポーカーとかをやったりしてちょっとハマったりしているので、もし興味がある人がいたら一緒に行きましょう。あとはその個人開発で出してたアプリがユーティリティのカテゴリーで30位になったっていうのが最近のプチトピックかなという感じでちょっと書いてみたりしていますっていう感じです。で、ちょっとまあ開発寄りの自己紹介というか最近の活動で言うと、iOSDC のところでローカライズのツールの発表をしていたりっていうのとか、あとはサイバーエージェントのデベロッパーブログでビルド時間の改善についての記事を書いたりしていました。今もウェブから見れるようになってますので、もし興味のある方は見てみてください。というわけで本題に入っていきたいと思います。今日のアジェンダはこんな感じで書いています。最初に事業内容などをちょっと説明した後に、あとは CL の使っている技術とか、あとはこれからの展望とかをお話ししていけたらと思っております。で、最初にCL っていうサービスがあんまりご存じない方もいらっしゃるかと思いましたので、簡単に事業内容の方を紹介させていただけたらと思います。 CL っていうのは動画配信サービスでして、LDH とかのアーティストの動画をアプリとかウェブから見れるっていうふうなサービスになっています。で、その動画に関しても大きく3種類に分かれてまして、一つはライブキャストといって、アーティストが端末から配信したライブの映像を見れる、インスタライブみたいな機能だったりっていうのが一つです。で、2番目に書いているのがこのオンデマンドの番組とかを後からでも見れる、視聴することができるっていうものになってます。で、3つ目に関してはライブ会場とかからの高品質な映像を見ることができるライブビューイングの機能になっています。で、さっきのが大きく動画配信サービスなんですけれども、もう一つの軸として包括的なファンサービスとしまして、CL ではファンとアーティストの距離を近づかせるっていうところで、アーティストのいろいろなものを楽しむことができる機能を充実させています。その中では、Twitter のような SNS の機能が搭載されていて、アーティストに対してのコメントとか、番組に対してのコメントとかを書くことができる、コミュニティ機能っていうものだったりとか、あとはコレクション機能といってアーティストの写真を集めて楽しむっていう機能のものだったりとか、結構一つのサービスの中でも、かなり多くの機能が含まれているっていうのが、CL の特徴になっています。で、CL の対応デバイスに関しては、書いてある通りで、iOS、Android、Web、あとは TV の方だと、AirPlay とか Chromecast、Android TV っていうところで、幅広く対応しているというふうな感じになっています。で、次に、CL の開発体制のところをお話ししていきます。CL の体制に関しては大きくビジネスと開発とデザインというふうに分かれていまして、そのビジネスチームの中から PM が何人かいるっていうところです。で、開発に関しては iOS、Web、Android、サーバーというところで約各チーム4人ずつぐらいいるような感じになっています。で、各チームにはリーダーがいて、あとはそこからアサインして施策に取り組んでいくというふうな感じになってますっていうのが開発の体制になっております。で、ここからは技術的なところについてのお話をしていきたいと思います。CL は結構見づらい図ですごい申し訳ないんですけれど、
この一個一個の四角がフレームワークになってまして、マイクロフレームワークの戦略になっています。で、アプリターゲットとしてはサイバー LDH っていうのがメインのアプリターゲットになっていて、そこからいろんなフレームワークをインポートしていって、ツリー構造になっているようなイメージになってます。で、さっきライブキャストっていう機能もお話ししてたと思うんですけれど、そのライブ配信機能自体はアーティストだけに展開しているものではあるんですけれど、その配信機能自体も一つの同じアプリの中に入ってまして、その機能がまとめられた、キャスト用のフレームワークも存在しています。で、細かく分かれていることによって、テストの時間の短縮だったりとか、あとは差分ビルドの時間軽減だったりとか、あとはミニアプリを作る際に、インポートしやすかったりっていう、さまざまな恩恵が、あって、それを、享受しながら開発を進めることができているっていう感じになってます。で、ちょっと軽く補足なんですけれど、この図は、X コロジェンの機能とかで結構作ることができていて、すごいちっちゃく下に書いてるんですけど、それで生成したものを D2 っていう言語にちょっと変換して図を作ったりしてるっていう感じです。で、さっき話していたフレームワーク、ちょっと大きく分けて、ちょっとこんな感じの分類になるっていうのを書いていまして、アプリとしては配信用のサイバー LDH っていうのが一つあって、その他には UI カタログとかプレイグラウンドっていうアプリのデバッグとかのために用意しているアプリがあと2つあるっていう感じになってます。で、CL ファウンデーションってところだと、あとはアプリのメインロジックとかが入っているところになっていて、コンポーネントっていうところだとアプリの UI についての ZIP ファイルだったりとか、あとは Swift UI のコンポーネントのファイルとかが含まれているようなものになっていて、そこにいくつかコンポーネントが含まれているっていう感じになってます。で、あとはモデルとかリクエストとかプロトっていうのが存在しているような感じになっています。で、ビジュアルリグレッションテストっていう仕組みも CL では導入していて、これ何なのかっていうと、UI をモックデータを差し替えて表示することができるような仕組みになっていて、で、もしアプリ内で UI の変更があったときに、その差分を検知して、プルリクエストの方で、どのファイルが影響を起こしているみたいなのが、分かるような感じの仕組みになってます。で、さっき話してた UI カタログが、ここの、UI を確認するためのツールっていうふうな感じになっています。で、使ってるツール自体は、オープンソースのもので、プレイブックっていうものがあるので、それを使って UI を出している感じになっています。で、他にも使っているツールはいろいろあって、で、ここからがローカライズの仕組みの話になっています。で、 CL は海外展開しているアプリで、現在6言語に対応しているアプリになっています。で、ローカライズファイルも結構大きくなっていて、だいたい1200行ぐらい各ファイルがあるような感じになっていて、で、ちょっとここの内容は IOSDC で話したものとちょっと、そこからの抜粋という感じになってるんですけれど、それを使うことでローカライズファイルのキーの不整合だったりとかがあったときに、エラーを表示して、ビルド時に気づくことができたりとか、あとはプルリクエストにワーニングが出てきて、そこからチェックすることができるっていうふうな感じになっています。で、実際に利用しているアーキテクチャがここにまとまっています。 CL では ViewFlux っていうアーキテクチャを使っていて、これは Flux ベースのアーキテクチャで、画面単位でストアとアクションとミューテーションを持っている感じになっています。で、ほとんどの CL の画面はこの ViewFlux のベースで開発を行っています。で、ビューフラックスをちょっとだけカスタムして、リポジトリとかを DI しやすくするために、アダプター層っていうものをそこに用意して、 UI とステートの間にアダプター層があって、そこから注入するような感じで行っています。結構シンプルで扱いやすいなっていうふうな感触を持っていて、
まあ、入社した時から5年ぐらいずっとこのフレームワークを使いながら開発をしてるんですけれど、結構負債になるようなところもなく、まあ、使いやすくて、まあ、拡張もしやすいっていうメリットがあるなと感じています。で、まあ、それは良かったんですけれど、まあ、UI キットの時は良かったですが、まあ、Swift UI とはまあいまいちマッチしないっていうところがあって、今使っている、まあ、作ってる画面では、まあ、ビューフラックスを入れずにちょっと新しいのを開発しているっていう感じになっています。ちょっとこの辺はまた後のスライドでちょっとお話ししたいと思います。で、アプリの中での、あのコンポーネントの、まあ、参照関係についてちょっとお話ししたいと思っていて、まあ、メインアプリがサイバー LDH っていうところであるんですけれど、そこから、まあ、コンポーネントっていう、まあ、フレームワークをインポートして使っています。で、この、まあ、見方としては上の方がモジュールになっていて、下の方がクラス間の参照関係になっている感じになっています。で、アダプターがビューコントローラーとかを扱うんですけれど、あ、すみません、逆ですね。ビューコントローラーからアダプターをの、まあ、関数とかを呼び出して使うようになっていて、そのアダプター自体はプロトコルのインターフェース経由で使うようになっています。で、そのアダプターの方にいろいろな依存関係とかを DI して扱うことができるようになっていて、まあ、リポジトリとかは、まあ、API を呼び出すために使っていて、まあ、スナックバーとかはエラー表示とかをやるためになっています。で、まあ、アダプターもテストをかけるようにそこのリポジトリとかも、まあ、プロトコル経由で扱うようにしていて、まあ、必要に応じて、まあ、Mock にして、まあ、アダプターのテストを行うことができるっていうふうな感じになっています。で、先ほどのがコンポーネントの参照関係だったんですけれども、まあ、CL の、 そのマイクロフレームワークの分割方法には課題がありました。で、コンポーネントが肥大化しやすいっていう問題だったんですよね。で、まあ、その原因としては、まあ、アダプターとかステートっていうのは、まあ、一つの画面に対して一つずつあるものではあるんですが、まあ、ビューに関しては一つの画面に対して複数作成されるケースがほとんどだと思います。その画面があって、まあ、ZIP ファイルがたくさんあってみたいな感じで結構増えやすい感じになっていました。で、そこで対策としてフィーチャーごとにコンポーネントを作成するっていうふうな運用を今進めています。これによって、まあ、並列ビルドをすることで、まあ、ビルド時間の削減だったりとか、あとはミニアプリを作る際の依存関係を減らせるなどの、まあ、恩恵がありました。で、このコンポーネントの分け方の方針としては、まあ、既存でコンポーネントっていうところにも全てが含まれているような感じになっていたので、その一枚岩となったコンポーネントを各フィーチャーのコンポーネントと、あとはシェアードコンポーネントの方に移行していくっていうのをやっていきました。で、既存の画面ではほとんど ZIP ファイルで作成することが多かったので、結構その移動のコストがすごい大きくて、で、移動した後でもコンパイルが通らないっていうところも結構ありました。で、そこでコンポーネントを安全に移動していくための仕組みっていうところで ZIP チェックっていうものを独自で開発して導入している感じになっています。で、このまあ問題っていうところで言うと、ZIP ファイルを例えばコンポーネントを動かしたときにそのモジュール名の指定が行われないケースがあって、それが変わってないとクラッシュしてしまうっていうところがありました。なので移動と ZIP ファイルのターゲットを変えるっていうところをセットでやる必要があるっていうところでした。で、それを解決するために ZIP チェックっていうツールを使って、その Swift シンタックスを使って各フレームワークに存在しているクラスをリストアップした上に、その IB デコーダブルを使って各種の ZIP とかストーリーボード内のモジュール設定をチェックしていきます。で、最後にその ZIP で設定されたモジュール名の参照が間違ってたら GitHub の PR 上にエラーを表示するっていうふうな感じにしています。で、この右側にちっちゃく出ているのが ZIP の参照関係がちょっと間違っているよっていうエラーが GitHub に出ているところになっています。このコンポーネントは
このフレームワークにあるのが正しいよみたいなエラーが見れるようになっているっていうふうな感じになっています。でここからはちょっとまた別の話で、 CL では今ウィジェット機能っていうものを開発しています。でそこで、ウィジェットはもう完全に Swift UI で開発していくしかないので、既存の仕組みでは結構対応しきれないところがあって、新しい仕組みを作っていく必要があるっていうところになっています。なので、ビューフラックスを使わずに、新しいアーキテクチャを入れる必要があるっていうところになってます。でここでは TCA は今回使わずに、独自でシンプルに実装していきたいっていうところがまずありました。でその TCA を選択しなかった理由についてがちょっとここのスライドに書いていて、ルートにリデューサーを持つ形になるので、画面単位で切り替えやすいアーキテクチャではないっていうところがまず一つあるのかなと思ってます。それによって、アプリ全体に TCA の依存が入ってしまうところがあります。あとは作りにもよると思うんですけれども、各画面に多くの TCA の依存が発生して、ピュアな Swift UI のビューではなくなってしまうというところもあります。なので、プレビューへの影響も結構あるんじゃないかなと思っています。で各リデューサーとかは、状態の更新と API の呼び出しの責務を持つので、肥大化しやすい傾向があるのかなというふうに思っています。あとは、TCA 入れた時点で結構依存関係が多いので、11個ぐらいが一緒についてくるっていうところを見てました。あとは、メンバーのキャッチアップコストとか、あとは Swift UI のまだ発展途中っていうのがちょっとあって、そのオブザーバブルのマクロとかを使うことでもっとシンプルに TCA なくても書けるんじゃないかなっていうところで、今回 TCA は選ばずに開発をしていたっていうふうな感じになっています。でここからが実際のアーキテクチャというふうな感じで、クラスを分けているかっていうところの話になっていきます。まず一つ目のスクリーンっていう概念なんですけれども、ここで出している、ホームスクリーンっていうものだと、ここでは画面のライフサイクルとかを扱う層にしています。でスクリーンからはアダプターを通して、ステートオブジェクトとして扱うようにしています。でスクリーンの中には、ホームコンテンツっていう、ビューの実態を、参照していて、そこから、クロージャーとアダプターの接続とかオンアピアなどの管理を行っていくっていうふうな感じになっています。でその次に、ホームコンテンツっていうビューの実態のところでは、このコンテンツに関しては、データモデルだけを、UI のレンダリングに使うものとしていて、もしコールバックとかがある場合はそのイベントのクロージャーを渡してスクリーンの方で扱うような感じにしています。ここで何がいいかっていうと、このコンテンツに関してはアダプターを使わないので、プレビューするときにはデータモデルとからのクロージャーを渡してあげるだけでシンプルにプレビューができるっていうメリットがあります。最後にこのアダプターっていうところでは、各クラスの DI ができるようになっていて、でビューに公開するデータモデルとかのパブリッシュ度についてはホームステートの方で持つっていうふうな感じになってます。でビューフラックスの使い勝手は結構良かったっていうのがあって、ステートの更新はビューフラックスみたいな感じでアクションを発行して行うことで、その単一方向に状態を変えていくことができるっていうふうな感じになっています。で実際のコードで見た方が分かりやすいかなと思いつつも、ちょっと字がちっちゃいかもしれないんですけれど、ちょっと概要だけお話ししていくと、これがトップのスクリーンになっていて、ライフサイクルとかを管理するための層になっています。でここではアダプターを持っていて、そのボディの中でウィジェットのトップコンテンツっていうビューの実態のところを、レンダリングするためにここに書いているっていうふうな感じになっています。で実際に API を呼び出すときとかのものは、ドットタスクとかリフレッシャブルとか、ここでライフサイクルの管理をしているっていうふうな感じになっています。でちょっとこれも見えるかは怪しいですけれど、トップコンテンツっていう、こっちはビューの実態の方になってます。で先ほどお話ししてたように、イベントのクロージャーをここで持っていて、データモデルを渡してシンプルに UI を描画するようなことができるっていうふうな感じになってます。で右側にあるのが、ちょっとこれは古い書き方なんですけれど、プレビューの表示のところで、
まあ、こんな感じでやってるっていう風な感じになってます。でちょっと現在は結構、まあ、マイクロフレームワークでテストダブルっていうまあ、モックデータを扱うためだけのフレームワークがあるんですけれども、ちょっとここでは、まあ、そのモックデータもインポートするような感じに今なってしまっているので、まあ、今後はそのデバッグ時だけリンクできるようにしていきたいなっていうふうには考えています。でここのやっぱメリットは、まあ、スクリーンとコンテンツを切り離すことで、まあ、プレビュー時だけモデルを差し替えることで任意の UI を表示できるようなすることが簡単にできているっていう感じになっています。で最後にここがアダプターのところ でここでは API 叩いたりとかスナックバーでエラーを表示したりとかすることができるような感じになっています。で最後に話したんですけどちょっとまだあって、ここが実際の状態を保持しているステートになっていて、このアクション経由で状態を更新していて、まあ、データモデルの値を変えてあげることで、まあ、これ全部ストラクトで作っているので、アダプターの値は全部ビューの方に反映されるっていうふうな感じになっています。で、まあ、Swift のエラーとかは全部ここでドメインエラーとかに変換して、タイプセーフにアプリ内で扱うことができるようにしているっていうふうな感じになっています。で最終的には作ったものは全部UI ホスティングコントローラーでラップして使うような感じになってます。そこはやっぱり UI キットベースでのアプリの導入なのでラップするっていうふうな感じになってます。でこの流れで、まあ、アプリを今絶賛開発中っていうふうな感じになってます。でこの作り方で、まあ、大体4画面ぐらい実装を終えてるんですけれど、まあ、プレビューも活用できてかなり開発の体験はいいなというふうに感じてます。ちょっとまあ括弧で書いてるんですけれど、まあ、UI キットに比べてまあ体感6倍ぐらい結構すごい速くなったんじゃないかなというふうには思ってます。で、ちょっとまあ時間もあれだと思いますけれど、あと30秒ぐらいとかになるんですかね。あと2、3分あるんですかね。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと CI とかについて少し話していきたいと思います。でまあ、コードボリュームとかはだいたい今30万行ぐらいになってて、ちょっとまあ内訳が、まあ、Swift のファイルとかだと23万行ぐらいで、まあ、JIT ファイルとかのその XML のところはだいたい4万行ぐらい あるっていうふうな感じになってます。でこのボリューム間でだいたいアプリの配布と各種テストまでを含めてだいたい13分ぐらいで CI のすべての工程が終わるっていうふうな感じになっています。もともとは結構、まあ、サークル CI を使ってやっていて、で、まあ、ミディアムっていうか、まあ、X86 のインテルでビルドしているときは結構40分ぐらいかかってたんですけれど、まあ、M1 のミディアムに変えてからはもうだいぶ早くなってこれぐらいになってるっていうふうな感じになっています。で、まあ、テストとかはさっき話していたマイクロフレームワークの、まあ、恩恵もあって並列に実行することができてて、まあ、割と負荷も分散させながらテストを実行することができているっていうふうな感じになってます。はい、で最後の今後の展望みたいなところで言うと、まあ、ウィジェット機能がかなりリッチな感じのものになっていて、ちょっとまあ UI はまだ映せないんですけれども、まあ、iOS 17以上で今回展開することができるっていうふうな感じでなっていて、結構技術検証の場にもかなり使えるものなので、そこで今後のためにもベースを作って、まあ、Swift UI でガンガン開発できるって環境を作っていきたいなというふうに思ってます。で、あとはまあ Xcode の15に移行したいなというふうに思ってて、まあ、最近はなんか CI がまあうまく動かないとか、まあ、Xcode 15の問題もあったんですけれど、なんか落ち着いてきたみたいな感じなので、そろそろいけるんじゃないかなというふうには思ってる感じです。あとはまあ SPM 化とかストアキット2とかまだまだできてないところもたくさんあるので頑張っていきたいなというふうに感じになってます。はい、あとは CL 独自の取り組みでいうと、まあ、デベロッパーアワーとかっていう定期的に時間を取っているものがあって、そこでチーム内の KPT だったりとか、あとは WWDC の振り返りやったりとか、ここでみんなの認識を合わせて
これやってみたいねみたいな話をする場を設けていたりしてるっていうふうな感じになりますっていうのが今後の展望になります。というわけで We are hiring ということで募集してますので、もし興味のある方はお声掛けください。以上になります。ありがとうございました。